それでは早速始めていきたいと思います。早くやべえ。いいな、それ。今回、選手に聞きたい、を実施するにあたって、まあ、スクール生の皆さんが今家にいることで、サッカーもすることもできなく、非常に難しい日々を過ごしていると思います。そういったスクール生の皆さんに少しでも、僕たちと画面越しですがこうやってコミュニケーションを取ることで元気を与えることができればなと思いやらせていただきました。早速ですが、自己紹介から始めていきたいと思います。それでは藤田選手、明るくよろしくお願いします。こんにちは、皆さんこんにちは。ジュビロ磐田、背番号33番ディフェンスの藤田義明です。今日はよろしくお願いします。お願いします。お願いします。山本選手、お願いします。山本康介です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。小川幸喜選手、お願いします。ジブリ磐田、背番号9番の小川幸喜です。よろしくお願いします。お願いします。幸喜、お願いします。はい。志村幸です。よろしくお願いします。お願いします。宮君お願いします。こんにちは、ジュビロ磐田さん、宮崎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最後は奥澤コーチ、お願いします。はい、こんにちは、浜松会場の奥澤コーチです。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。ではさっその前に、皆さん YouTube でご覧になっていると思うんですけど、YouTube の、チャットの方にですね、質問をコメントで送っていただければ、後半で答えていきたいと思いますので、どんどん送っていただければと思います。よろしくお願いします。はい、早速質問に入っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、1つ目、シトロ会場6年生しんくん、自粛中に家でどんな自主練をしていますか。また、ゆいだ会場6年生ゆうせいくん、シトロ会場5年生さかなくん、家でもできるおすすめのサッカートレーニングを教えてください。家の中でもできるトレーニングを教えてくださいということです。藤田選手お願いします。はい、家でできるトレーニングはそうですね、なんかボールタッチとか、なんかちょっとマンションの人は下の人に気をつけてやってほしいんですけど、なんかボールを細かく何回も触ったり、ちょっとしたフェイント、シザースとかやったり、あとちょっとマーカーを置いて8の字でこうスラロームするのもいいんじゃないかなと思います。あのペロさん、あ、ペロさんって呼びますね、もう普通に。あの、はい、ペロさんは実際にやってるんですか、家でボールタッチ。やってないです。あ、でも子供のサッカーします。そうですね、まあ、よりやった方がいいと思います。はい、でも子供にやらしたいんですけど全然やってくれません。やった方がよりいいということで、ありがとうございます。次いきます。シトロ会場6年生、同じくしんくん。食事で気をつけていることはありますか？こうすけくん、どうですか？ありますか？いっぱい食べることです。とにかくいっぱい食べる。肉を食べるとか、魚を食べるとかあります？サラダは食べた方がいいとか。いやー、出てきたもん。まあそうですね、お母さんが作ってくれたものを全部食べれば確かにそれでいいと思います。次に行きます。シトロ会場5年生カイト君、僕は走るのは好きではないですが好きになるにはどうしたらいいですか。ミヤ君どうですか。はい、好きになるには、まあでも
嫌いなこともやらなければいけないこともあると思いますし、まあ本当にサッカー選手になりたいっていう夢があるんだったら、まあ苦手なことを、克服して、なんだろう、プラスにしていってくれたらなと思いますし、まあ誰でも、まあ僕も走るのは好きじゃないですけど、まあ走らなければ試合に出れないですし、走らなければチームの戦力にもならないので、まあ苦手でもいやいややらざるを得ない部分だと思います。まあサッカーに走るっていう部分は一番大事だと思いますし、まあそういったところは、はい、苦手ながらも好きになれとは言わないですけど、やってくれたらなと思います。はい、ありがとうございます。なんかね、見た目がすごいふざけてる割にはすごくいいことを言ってくれて、なんか誰かなかなか入ってくんないかなと思って気づかなかったですけど、本当にいいことを言ってたと思います。ありがとうございます。はい、すごい。次に行きます。飯田会場6年生ゆうせいくん、今何をしているときが楽しいですか？こうきさん、今ってこの期間中ですか？期間中ですか？うん、今だから今じゃない？今何をしているのが楽しいか。そうですね、僕今鬼滅の刃っていうのにちょっとハマってまして。アニメ？アニメです。それを見るのが今本当に楽しいです。何がどう楽しいの？みんな見てるけど。鬼滅の刃本当に感動するんで、ちょっとまあいろいろ言いたいことたくさんあるんですけど、まあ、次の質問あると思うんで、本当楽しみ。何がどう楽しいか聞いてる。何にも伝わってこなかったですけど、次の質問に行きたいと思います。浜北会場6年生、こうくんです。どうしたらリフティングが上手くなりますか？コウ君お願いします。コウ君。何回でいい？何回でいい？最高大体100回ぐらい僕はできます。で、やっぱそれをするコツは、やっぱり、ボールを蹴る、リフティングで上に上げたときに、ボールから、目を離さないことが一番大事ですね。はい。はい、そうですね。100回しかできないアドバイスなんで、うまくいくか分からないですけど、ぜひ試してみてください。あ、次の質問、すごいいい質問。飯田会場6年生、じゅんじゅんくん。一番面白い選手は誰ですか？こうくん。はい、こうくんでしょ。一番面白い選手は誰ですか？はい、いや、まあこの後にも出てくる、もう一個違う関連した質問が出てくるんだけど、はい、シトロ会場6年生あこちゃんかな、久しぶりに会った友達に使える一発ギャグを教えてください。おこれは見せどこだよ。今みやくんじゃない？これみやくん。こうじゃない。いいね、見たいね。あ、ペロさん行く？あ、俺じゃない。ペロさん順番なんで待っててください。あるこうくん。僕ですか？うん。久しぶりに会った。まあまあ久しぶりに会った縛りじゃなくてもいいんじゃない？こう一発芸でいいと思う。あ。したら小学校で。算数の授業とかやると思うんですけど、その時に使ってください。いきます。丸三角しなる。めっちゃ笑ってる。はい、お願いします。ありがとうございます。続きまして。ちょっと時間なくなっちゃう。次お願いします。じゃあやりたい方は後でね。
また。はい。飯田会場4年生、リヒト君。ヘディングリフティングを最高何回できますか？じゃあ、ペロさん。どうでしょう？結構できそうじゃないですか。ヘディングやったことないな。どうだろう。多分20はいける。多分、うん。20ってそんな言ってなくないですか？やったことないな。真剣にやったことないな。20はいけると思います。僕も20いけると思います。20いける？はい。なんかできそうな人は頭だけで100回とかいそうですけどね、キーラの選手で。100回は無理だな。案外、まあ、でもヘディングリフティングは難しいですよね、足のリフティングに比べて。難しいですね。まあ、そうですよね。じゃあ、次に行きます。シトロ会場6年生、シン君。試合前のモチベーションの上げ方は、コウスケ君どうですか？どうやってモチベーションを上げてますか？そんなにがっつり気合い入るタイプじゃないんで、逆に聞きたいぐらいです。ペロさんとかに。ああ、どうですか、ペロさん。参考になるか分かんないですけど、僕はあのクラシックを聞くんですけど、バイオリンの音色を聞くとすごくモチベーション上がります。いや本当にこれ聞いてますよね。僕キャンプの時隣の部屋から大音量でクラシックが流れてきて、なんかおかしいなと思ったらペロさんの部屋からすごい本当に大音量のクラシックが流れてたんですよ。いやおすすめです。ぜひ皆さんやってみてください。人それぞれですからね。はい、ぜひ参考にしていただければと思いますけど、また同じくシン君から、試合の前日の睡眠時間は、ミヤ君どうですか？試合の前の日の睡眠、特に何時間寝るっていうのは決まってないですけど、まあでもやっぱりその翌日の試合のデーゲームなのかナイトゲームなのかにもよりますけど、まあ6時間ぐらいは寝るかなっていう感じですね。特に決まってない。案外少ないですよね、6時間って。まあ、そうだから多分人に比べたら、周りに比べたらやっぱ少ない方だと思うけど、まあ、逆に 寝すぎるとあの体が重くなっちゃうタイプなので、僕は本当にミヤ君は寝ないイメージです。寝てないイメージ。そうだよね。うん、6時間って言ったらもうちょっとオーバーに言ったぐらいだし。全然、それで動けるのがすごいですけどね、本当に。ありがとうございます。はい。次に行きます。シトロ会場、5年生、京也君。小学生の時に将来入りたいと思ってたクラブチームはどこのチームですか？こういう、後期どう？後期とか静岡にずっといたわけじゃないし。プロのチームってことですか？クラブチーム。そうだね。まあ僕は、横浜だったんで、ずっと、コツケ君寝てないですか？嘘ですよ。大丈夫ですか？僕、マリノスがすごい見て育ったんで、まあ、マリノスになんかこうユースとかも何回もこうセレクション受けたりとかあったんで、まあマリノスに入りたかったっていうのはありましたけどね、ずっと小学校。はい。まあ神奈川だもんね。そうなんですよ、神奈川だったんで、横浜マリノスをずっと見て育ちましたね。それでこうジュビロに来たきっかけみたいなのは何なの？ジュビロのスカウトの人が本当に海外とかまでもなんか追いかけてきてくれたりとか、まあ本当熱量がすごかったんで、僕はもうここでもうやるしかないって思いましたね、その時。なんかちょっといい話なんで。カットします。なんでカットします。
次行きたいと思います。シトル会場4年生風紀くん、サッカーを何歳から始めましたか。またサッカーを始めたきっかけは何ですか。コウくん、はい、どうかな、何歳から。年中3なんで5歳、5歳ぐらいかな、うん、できっかけは幼稚園、行ってた幼稚園のところにサッカークラブ、あ、幼稚園のグラウンドで、に、で、やって、で、サッカー教室やってる、サッカー教室やってて、そこのコーチが体操の先生だったんですよ。幼稚園の。うん、に、年少の時に入らないかって言われてたんですけど、はじめは、なぜかわからないですけど、入りたくなくて、うん、1年間断り続けて、1年間ずっと言われて、言われ続けたんで、入ったのがきっかけです。猛烈なオファーが来てたってことだね。そうです。でも最初からキーパーをやってたわけじゃないでしょ？じゃないです。いつからキーパーを？キーパーは小学校の4年生か5年生ぐらいですね。そこからもうずっとキーパー。はい。それまでは結構、ボランチとかで。ボランチ？VV 言わせてたんですけど、ね。まあ、そういう選手多いよね。いろんなキーパーやってた選手とか特に。はい。違うフォワードやったとか。ありがとうございます。同じく、ふうきくんから。小さい時の夢は何でしたか。ヘロさんどうですか。僕は警察官になりたかったです。なぜかっていうと、こち亀が大好きで、こち亀の両津勘吉みたいな警察官になりたいなってずっと思ってたんですけど、でもちょっと無理かなって途中で思いまして断念しました。断念してサッカー選手を目指すってのもまたすごい話ですけど、はい、なんかペロさんの警察官姿を見てみたいですね。ぜひ岩田市近畿警察署長でね。ぜひお願いしますお願いします。あとなんか小さい時違うサッカー選手以外の夢を持ってたっていう人いたりしますか。みんなやっぱサッカー選手かな。まあみんなサッカー選手だね。ちなみに僕はマグロ漁師になりたいと思ってました。なんでですか。はい次って言われるから自分から言ってんだからいやなんかかっこいいじゃないですか。こう大間のマグロとかわかります。うん、マグロにかけた男たち。レダー、次に入ってきたよ。いやなんか美大好きの。ああいうの見てると本当かっこいいなって、男のロマンだなと思って。マグロ一本で家族を養うって、すごく男男してて好きだった。ただそれだけなんですけどね。うん、でもそれってやっぱり静岡に住んでたからじゃないの、はい、あ、じゃないです、じゃないです。本当に、さっき今、コウキが言ってたみたいに。うん、マグロの特番を、マグロ漁船の特番を見て、うんうんうん、テンションが上がっただけです、うん、次の質問いきます。浜北会場4年生総君、今まで何試合勝ちましたか。ん今まで何試合勝ちましたか。またゴールを決めるときはどうやって蹴りますか。これは後期がいいかな。どうやって決めるかってこと。もう一回いいですか。ゴールを決めるときどうやって蹴りますか。いけよ、やってやって、その橋の上でやってよ。怖い怖い怖い。どうやって蹴るか。どうやって決めるか。ことか、うん、まあ僕は結構コースを狙うっていうのもまあ大事なのもちろんわかるんですけど、やっぱこう、やっぱ威力のインパクトを大事にするから、パンチを効かせたシュートが多いんで、うん、まあ両方できたらすごい決める可能性は高まりますけど、僕は結構強く打つことを
意識しますかね、僕は。うん、まあ思いっきり。思いっきりって言うとちょっと違うんだけど。ちょっと違うんだ。ちょっと違うんですよ。そこなんですよね、結構。結構インパクトをやっぱ大事に、こう、無知のようなシュートは僕は得意かな。当てる、ボールに当てる時のインパクトってことだね。そうですね。まあ、これを聞いて皆さんがどう思うかっていう感想も聞きたいですけど、あえて聞かずに次の質問に行きます。なるほどね。なるほどね。浜北会場4年生、たけちゃん。ボールを正確を蹴るために心がけていることは何ですか？コウスケ君どうですか？ちゃんとボール見て、軸足をちゃんと置いて、しっかり練習すること。です。いやでも、もうコウスケ君よく一緒にボール蹴るじゃないですか。はい。一緒もうめちゃくちゃボール見てしっかり蹴ってても全然違うところ行くじゃないですか。うん。そういう場合どうしたらいいんですか。どうですか。え？どうですか。すぐ振るな。あれじゃない、やっぱり。何回も蹴ればいいんじゃない。やっぱ練習ですかね。うん、練習、そう、まあ、ある程度自分がどれだけ飛ぶのかとか、どういうふうに蹴ったらどういう方向に行くのかっていうのを毎回分析しながら、じゃあ次はこんな感じで蹴ってみようっていうのを試して蹴ってみるとかね。まあ、試行錯誤してやるってことが大事ってことですかね。うん、そうだね。うん。そういうことだ。そうだと思います。ありがとうございます。次に行きたいと思います。シトロ会場6年生、山本選手頑張れさん。おすごい。いや、これはもう浩介君ですね。食事や栄養管理はどうやってやっていますか？食事で気をつけていることは何ですか？自分で調べることが好きなんで、自分でも調べたりとか、人の意見も取り入れながらやってます。ありがとうございます。まあ、栄養に関してはこれ以上広げにくいので、僕はすいません。次いきます。あ、宮君に質問が来てます。はい。で、同じ山本選手頑張れさんから、はい、宮崎選手がドラえもんが一つ道具をくれると言って誰が ドラえもんが一、うん、つ道具をくれると言ったら何をもらえますか。いやー、どこでもドアですかね。やっぱりそうですかね。どこでもドアがあればもう多分それ以上の道具も多分なんだろう。それ以上の、ん？それ以上のものがないと思う。どこ、あ、そんなことないな。どこでもドアが僕は欲しいです。まあ、どこでも行けますもんね。そう、いつ、そう、いつ時、どこでも行けるわけだから。どこに行きたいですか？どこに行きたい？なんか国っていうよりかは、うん、なんかお腹空いたって時とかに、ご飯屋さんに行きたいのありますね。身近で使うんですね。車が。身近で使いますと。いいと思います。宮くんっぽいです。次いきます。浜北会場5年生、トカゲ大好きさん。マグロが大好きで、毎日マグロを食べています。サッカー選手になれるには、肉を食べた方が強くなれますか？後期どうでしょう？手を挙げてる。あの豆知識なんですけど、あのマグロってあのずっと泳いでるじゃないですか。はいはい。
で赤身とかマグロっていうのはそういうのは赤身をマグロ食べてればそれも本当に自然あの体もそういう風になって持久力がつくんですよ。でヒラメとかそういうなんか白身魚っていうのはあの餌食べる時にパッて瞬発力すごいじゃないですかヒラメとかって、うん、そしたら瞬発力がつくようになるんですよ。本当に？え、これ本当です、これ本当です。ヒラメか。なので、うん、あの魚を食べることは本当に魚の脂ってすごく大事なんで、あの全然いいと思いますよ。おい、じゃあマグロでも全然いいってことだね。はい、食べてください。それこそさっきのあの山本頑張れさん、シトロ会場の山本頑張れさんも持久力をつけ、持久力をつけるにはどんな練習がいいですかって言ってたけど、マグロを食べた方がいいんだね。マグロ食べた方がいいと思います、うん、全然全然知らなかった。マグロを食べたら持久力がつくなんて、うん、まあ多分もう本当にごくわずかの人しか多分知らない。なんかすごい自慢げですけど次いきます。シトロ会場6年生、桑原くん。僕はサッカーも好きだけど料理も好きです。最近はハンバーグ、餃子、焼きそば、たこ焼きを作りました。まだまだ学校もスクールもお休みなので新しい料理に挑戦したいです。サッカー選手が食べるといい、難しくない料理があれば教えてほしいです。ペロさんどうでしょう。やっぱビーフシチューすごいいいと思う。ビーフシチュー作ったからなだけで。やっぱ肉も入ってるし、野菜も入ってるし、なんか作った感じ、なんか作った感があるし、やったぞみたいな。小学生の桑原くんでも作れる。全然作れる。俺でも作れるから。魚食べた方がいいって言ってたよ、さっき。そう、魚入れてみたらいいんじゃない。ビーフ、ビーフ。あれ、でも魚とシチューとか。チーフ、うん。え、何すか、何すか。あ、なんだろう。じゃあ、おすすめはビーフシチューですか？ビーフシチューですか？うん。どうですか、コウキさん。魚、ほんと刺身とかの生の方が、鮮度高くて、魚の脂が、焼いちゃうと結構それって弾けちゃうんで、本当は生の方がいいんですよね。そうなんだ。料理したいって言ってるけど刺身を食えってことでいいのかな、売ってる刺身。そうそうです、そうです。料理はできないですね。え次いきます。シトロ会場5年生リク君。僕は5年生です。僕と同じぐらいの時、選手の皆さんはどのぐらいのサッカーの練習をしていましたか？時間ですね、きっと。何時間ぐらい一日練習していたかってことだと思いますけど、宮君どうですか？そうですね。まあもうとりあえず、時間で言ったらわからないですけど、まあ学校まず行って、朝、朝礼が始まる前まで、サッカーして、うん、休み時間、昼間のご飯の後の休み時間にもサッカーして、うん、で5時間目6時間目終わった後、放課後6時ぐらいまでサッカーして、で家に帰って1時間ぐらいサッカーとかしてたんで、まあ時間で言ったらちょっと分かんないですけど、まあでも時間があれば、まあ本当にサッカーをしてました。やっぱずっとやってたって選手多いですよね。ずっとボール、うん、家の中でもボール触ってたとか。うん。できるだけ触った方が。うん、ボールに触った方がいいと思うし。はい。ありがとうございます。次の質問いきます。有玉会場5年生りょうたくん。強いキーパーになるためにはどんな練習をしたらいいですか？こうくん。強いキーパーになるためにまず、世界にはすごいいろんなすごいキーパーがいるんで、まずそういう人たちのすごいプレーとかを見て、見よう見まねで
始めてみるっていう手もあると思います。やっぱ世界のトップのキーパーとか、トップレベルのキーパーとか見て、それを真似すれば、そこから学べることとかもあると思うし、それが合わなかったとしても、そこから自分なりに変えてみて、うまくいくこととかもあると思うんで、はい。試してみてください。はい。はい。あと時間もなかなか差し迫ってきましたので、本本いきたいと思います。首都会場5年生、ワイワイさん。皆さん、体は柔らかいですか？僕は体が硬いので、毎日ストレッチをしているけど、まだまだ硬いです。柔らかくなりたいですということだったんですけど、どうしたら柔らかくなるか。コウスケ君、どうでしょう？柔らかくなるためには。なんかお風呂上がりにストレッチするといいっていうんで僕もやってますけど、あ、でもやればやるほど柔らかくなってる感はありますが、なんかあんまり無理にやりすぎてもなっていうのもあるので、うんうん、まあ、毎日続けるのも大切ですよね、ストレッチを。いますね。ミヤ君とかすごい柔らかいじゃん。うん、おやってた。やってました。もともと俺も体がめちゃめちゃ硬くて、で高校生ぐらいの時にコーチか先輩か忘れちゃったけどに、お風呂上がりにベッドの上で、ああいう柔らかいベッドの上とかでストレッチをしたら、なんか頭の錯覚かなんかでこうやっぱ柔らかくなるな、柔らかいところでやると足が開いてる感じがするの。はいはい、それをやり続けたら本当に体が柔らかくなったっていう。へー、やっぱやり続けるのが大事なんですね。やり続け、うん、それをだからもう本当に毎晩風呂入った後にやってとかをやり続けてます。今でもやってるんで。おー、やらないと気持ち悪いし。今、まあ、じゃあぜひストレッチ、お風呂上がりにストレッチも、ワイワイさんもやってもらえればと思います。最後、いきます。ちょっと質問じゃないですけど、飯田会場4年生、大成君、コロナウイルスが落ち着いたらまたスクールにも遊びに来てほしいです、ずっと応援しています。僕もサッカー頑張りますというメッセージをいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、質問じゃないですけど、皆さんも落ち着いたら、みんなで選手も、スクール生のところに足を運んで一緒にサッカーできる日を楽しみにしています。はい、はい、じゃあ質問は全部読むことはできませんでしたが、ある程度区切りをつけて YouTube の方にいただいた質問に答えていきたいと思います。それではじゃあ奥澤コーチお願いします。はい、 YouTube からの質問を読まさせていただきます。まずですね、浜北会場の相馬くんからです。試合前モチベーションを上げる曲は何ですか、教えてください。小川大輝選手お願いします。やばいやばいそうですね、モチベーション上げる曲な、何聞いてるか。そうですね、僕はダイスとか聞いてますね。ダイスって言ってわかるかな。まあ僕は自分が好きなアーティストなんですけど、そのアーティストの曲を聞いてモチベーションを上げて試合に臨んでます。ありがとうございます。次の質問いきます。飯田会場の6年生ゆうとくんからです。リフレッシュ方法を教えてください。こちら志村選手にお願いします。リフレッシュ方法ですか。はい、それは練習後のケアってことですか。そうですね、家の中だったりとか練習後とかでもいいのかなと。あ、そうですね、僕は
多分他の選手に比べたらあんまりストレッチとかは少ない選手だとは思うんですけど、リフレッシュ練習が終わってなるべく早く栄養補給をした方が次の日の疲れというかとか、その日やったトレーニング、その日やったものがより身につくと思います。ありがとうございます。はい、次の質問です。浜北会場の4年生せいやくんからです。どうすれば日本代表になれますか。これは小川航基選手にお願いします。日本代表ですか。はい、まあ、僕も入りたいくて入りたいんですけど、まあ、僕も教えてほしいぐらいなんですけど、まあやっぱり努力するしかないんだと思いますね。やっぱり、うん、試合に努力して試合に出て活躍する以外に道はないんだと僕は思ってますので、今頑張って努力してます。はい、ありがとうございます。続いての質問です。シトロ会場、岩田会場、飯田会場、4年生ともくんからです。たくさん通ってくれてありがとうございます。小学生の頃に1日どれぐらい練習をしていましたか。こちらは宮崎選手お願いします。はい、時間、まあでもさっきも言ってたんですけど、練習、小学校の頃の練習時間は僕もう20年前ぐらいなんですけど、20何年前なんですけど、今は短期集中で、まあ、2時間ぐらいですけど、まあ、僕の時は5時間ぐらいやってましたね。へえ。はい。まあ多分今いるこの選手の小学生の頃の練習時間も違うと思うけど、多分ペロさんとかも多分午後練ってなったら多分5時とかまで6時とかまでやりましたよね。12時ぐらいから。やってたね。ですよね、暗くなるまでやってたね。うん。うん。いっぱい蹴ってたわ。そうですよね。です。ありがとうございます。はい、続いての質問に行きます。飯田会場のテルト君からになります。最近、選手たちは毎日何をして過ごしていますか。では山本選手お願いします。すいません、聞いたかったです。一度言います。最近何をして毎日過ごしていますか。最近犬を飼ったので犬の世話をしてます。はい、ありがとうございます。続いての質問に行きたいと思います。浜北会場6年生、いおりくんからです。子どもの時に憧れていた選手は誰ですか。小川大輝選手お願いします。はい、子どもの頃憧れてた選手、はい、そうですね、僕はあまり小さい頃試合を見るタイプの人ではなかったので、あまりジュビロの試合とか見てなかったんですけど、日本代表の試合だけ見に行っていて、でその時に初めて見た選手を、まあ、見た選手が憧れだったんですけど、僕は小野選手が好きだったんですけど、小野選手ですね。でもずっと間違えて高原選手を追いかけてました。違えてってどういうこと。坊主じゃないですか。代表戦見に行ってエコパだったんですけど、あずっと上から見てて、でずっとなんかもう分からなくて、あの人なんか高原さんやっぱフォワードなんで、高
原さんかな確か。で、なんかすごい、やっぱシュートとか持つじゃないですか。うん。で、かっこいいなと思ってたら、でも僕のイメージは小野さんなんですよ。小野伸二さんの顔なんで。で、途中になってから気づきました。で、小野伸二選手ですね。まあ、地元も近いので。うん。ありがとうございます。はい。シトロ会場の、5年生、カイト君からです。ドリブルで相手を抜くときに、ポイントを教えてください。こちらが、コウキ選手にお願いします。ドリブルで相手を抜くときですか？はい。まあ、ドリブラーではないですけど、ちょっとコウキ君寝てます？本日2回目で。まあ、ドリブル、やっぱ相手の、まあ、僕も得意じゃないですけど、本当、重心を見ることだと思いますね。相手の重心がどっちに傾いてるのかとかっていうのをこう見て、逆を突くってことだと思いますね、僕は。はい。ありがとうございます。続いての質問になります。浜北会場6年生、はるきくんからです。子供の頃、学校から帰ってきたら何をしていましたか？藤田選手、お願いします。はい。そうですね、学校から帰ってきたら、まず、友達ん家に行くか、公園に行ってましたね。で、公園で、なんか友達とサッカーしたり、野球したり、あと、砂場で、トンネル作ったりとか、とりあえず外でよく遊んでましたね。はい、ありがとうございます。続いての質問です。有田間会場6年生ケイト君からです。小川光輝選手、いっぱい次いってくださいということです。聞こえなかった、すみません。あ、はい、もう一度言います。小川光輝選手、一発芸をしてください。それはお願いします。見たいね。いい。いい。いい。こちら、小川光輝、レインボーブリッジ、粉砕できません。ありがとうございます。待ってたまりだ。笑ってると思います。はい、こちらじゃあ最後の質問になります。はい、はい。宮崎選手に質問です。はい。そのメガネは外さないんですか？外さないですよ。やり通しますよ、ずっと続けるという。はい。やっぱりなんかインパクト残したいなと思って。とても印象的です。はい、よかったです。はい、こちらから以上になります。奥沢から以上でした。ありがとうございます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 。はい、そうですね、まあ、本来ここで終わりなんですけど、YouTube 見てる方ももう少し延長してやりたいと思いますので、ほんの少しです。少し質問が残ってるので、その質問にあと少しだけ答えていけたらなと思いますので、皆さんご協力をお願いいたします。はいはいはい、はい、じゃあ早速また質問に戻っていきたいと思います。シトロ会場5年生相馬くん、スタミナのつくおすすめの練習メニューを教えてください。体力がつくってことですかね。藤田選手どうでしょう。体力のつく練習メニュー、鬼ごっこかな。鬼ごっこは意外ときついかな。1時間か2時間ぐらいやったら体力つきそうじゃないですか。どうですか。確かに自然と体力がつきそうだね。楽しいし。でもペロさん砂場で遊んでたんでしょ。ん？ん？ペロさん砂場で遊んでたんでしょ、子供の頃。砂場？いや、砂場も遊んでたし、鬼ごっこもした。うん。家に帰ってから鬼ごっこ。うちの時は、泥系とか。ああ、やりました。
僕はちなみに軽泥って言ってました。ああ、地域の方かな、それ。うん。うん、泥系とかね、よくやってたし。まあでも、外で遊ぶ方がいいってことですよね。お家の中で。そうね。いるより、ね、うん。ありがとうございます。はい。はい、次いきます。浜北会場6年生、春樹くん。小学6年生の時の身長は何センチでしたか？コウくんどうですか？コウくんとか大きいから。165とかだったと思います。大きいのかな、それは。でかいね。大きいな。大きい。学校、背の順で一番後ろではなかったですけど。後ろの方。後ろの方でした。大きいんだ。はい、はい、ありがとうございます。みやくんどうでした？6年生の時、小学校6年生の時は158とかで、まあまあ大きい方でした。早熟派です。笑っちゃって。はい、今何センチですか？今170です。本当は169です。本当は。ありがとうございます。次いきます。有田間会場4年生、ツーボーくん。フォートナイトをやってますか？ボート？フォートナイト、フォートナイトやってる選手いますか？この中にいないかな。やってません。やってる人いるじゃん。やってる？後期？こう、フォートナイトって何ですか？フォートナ、何それ？あのゲームです、なんて言ったらいいかな、こうコードみたいな。あの、はい、あのフォートナイトの解説ですか？解説までは言ってない。どういうゲームなの？あ、なんか一個の島に100人ぐらいが降りてそこに落ちてるもので戦うゲームです。武器は最初から持ってなくてってことね。持ってなくて。まあ、コウ君しかいないということで。次に行きます。ちょっとわかんないな。まあ、やってない。ぜひじゃあこれを機に皆さんフォートナイトやってみてください。ああ、そうだね。はい。次行きます。浜北会場5年生、翔君。思い出に残っているプレーを聞きたいです。まあ、見れたら見たいですってことだったんですけど、ちょっと難しいんであれですけど、まあ、ジュビロの選手、今のジュビロ選手のプレーの全ての中でベストワンはどれですか？まあ、自分の中で思い出に残るプレーを教えていただければと思います。コウスケ君どうですか？なんだろう。初めて出た試合のプレーはまだ、いまだに覚えてます。デビュー戦。デビュー戦。コウスケのデビュー戦だって、高校生ですもんね。そう。最年少。ジュビロ最年少ですよね。かな。17歳。すごいね。多分だけど、ボール持ってるときはミスしてないと思うんだけど、多分。ボール持ってちょっと迷惑かけたかもしれないけど。全然。覚えてます？皆さん、自分のデビュー戦。覚えてます。なんとなく覚えてるな。全然覚えてないですね、僕。緊張で。大輝はいつだったの？いつ？覚えてないな。覚えてないですもんね。覚えてないんですって。本当覚えてない。緊張してたのは覚えてますけど。全然覚えてないですね。じゃあまた次いきます。同じく翔くん、選手の皆さん好きな曲はありますか？教えてください。僕はジョナス・ブラザーズ、サッカーが好きです。知ってます？皆さん。ジョナス・ブラザーズ。わからないな。後期とかどう？好きな曲はありますか？教えてください。歌ってください。歌ってください。
ぜひ歌ってくださいってあるね。ワンフレーズ。この曲わかりますね。ちょっとじゃあ、いきますね。麦わらの帽子。あ、ピントロ、ピントロ今。ピントロないですか？ピントロドン。ピントロドン。え？違いますね。あいみょんのマリーゴール。ああ、正解です。ありがとうございます。最後の質問は少しだけです。コウスケ君とコウキに。鍵が解除。これ、今の質問は、昨日も、やらせていただいたんですけど、そちらに来た質問なんですけど、山本コウスケ選手、何歳からサッカーを始めましたか？その時のコーチは怖かったですか？鍵が解除、1年生、ジント君からです。小4から始めて、怖くはなかったです。小学校の少年団、小学校であんま怒られたことないから。まあ、うまいからかもしれないですね。あ、どうなの？コスケにもう一個来てます。はい。飯田会場2年生、大成君。子供の時、将来の夢は何でしたか？多分サッカー選手かなだと思います。ありがとうございます。最後は、コウキ選手です。掛川会場2年生。どうしたら試合でたくさん点が取れますか？うん。メンタルですかね。お前さ。技術じゃないぞ。まあ、なんかこう、外しても、うまくいかなくた、うまくいかなくても、なんか次、こう、次のチャンスで、こう、仕留める集中力だったりとか、なんかこう、どしっと構えてる、メンタリティみたいなのは、まあ、90分通して大事なのかなとは思ってますね。メンタルが大事、ぶれないメンタルが大事ってことで。じゃあそのぶれないメンタルですね。最後の質問に答えていただきたいと思います。岩田会場、小学3年生、葵くん。サッカー選手以外の職業で、好きな職業かな？なりたい職業かな？歌手とありますが、好きな歌手と好きな歌は何ですか？歌ってください。当てるよ。俺？また俺？当てるよ。はい。最後なんで、最後の。そうだな。好きな歌手はまず。じゃあ好きな歌手ですけど、まあ清水翔太さんの曲を結構僕は聴かせてもらうんですけど、お願いします。花束の飾りにメロディーを抱きしめる代わりにこの声を。いや、ありがとうございました。最高。とても良かったです。ありがとう、2回も歌ってくれて。はい、大丈夫です。はい、じゃあ以上で、質問を、が終わりかな？終わりだと思うので、終わりにしたいと思います。じゃあ最後に、スクール生に向けて、一人一言ずついただければと思います。じゃあ、ペロさんからお願いします。はい。まあ、こういう状況で、まあ、学校もなくて、スクールもなくて、なかなかサッカーはできないですけど、でも、工夫次第では、狭い場所でもトレーニングできるし、何でもできると思うので、皆さん楽しんで、日々を過ごしてください。以上です。はい、ありがとうございます。宮古お願いします。はい、今世界がこういう状況で、不安やもどかしさがあると思いますけど、また、コロナが収まった時に、みんなで会える日を楽しみにしています。ではまた。はい、ありがとうございます。コースケ君お願いします。また、自体が所属したらスクールの方にも顔に出したいと思いますので、ぜひ、待っていてください。
はい、ありがとうございます。コウ君、お願いします。はい。僕が言いたいことは、大体言っていただいたので、みんなに、元気を届けます。いいね。曲げないこと、曲げ出さないこと、曲がらさないこと、信じ抜くこと、曲がりそうになった時、それが一番曲がる。最後どうするの？ありがとう、コウ君。すいません。はい、じゃあ最後、コウキ。最後どうする？最後、コウキ、一言。歌でもいけるんですね。まあ本当にもうみんなのお手本となれるような選手になるので頑張ってなるので、皆さんもプロ目指して今から頑張ってください。以上です。こちら小川航基、レインボーブリッジ粉砕できません。はい、ありがとうございます。奥沢コーチは最後何か喋りますか？大丈夫ですか？笑ってないな、一人。奥沢コーチは大丈夫？最後。はい。素晴らしい時間、ありがとうございました。楽しめたと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。それではありがとうございました。最後になりますが、少し自分でこの動画は当初スクール生限定でお届けする予定だったんですが、よりたくさんの子どもたちに見てもらいたいということで2週間後に一般公開させていただくことになりました。ご理解のほどよろしくお願いいたします。皆さん、少し延長してしまい申し訳ありませんでした。たくさんの、質問、本当にありがとうございます。これからもまたこういった機会が設けられればいいなというふうに思いますし、まあ、外出自粛であったりサッカーができない状況ではありますが、少しでも皆さんに元気が届けられたかなと思います。また、サッカー、スクール訪問であったりスタジアムでお会いできるのを楽しみにしています。今日は本当にありがとうございました。それではこれをもって終了といたします。皆さん、さようなら。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 Thank you.